日産、アルメーラ、アルメーラ、アルメラは、日産自動車が海外で製造、販売を行っている小型乗用車。日本ではこれまで、パルサー、5代目、N15 型や、ブルーバードシルフィ、初代、G10 型、ラティオ、2代目、N17 型などの社名で販売されていた。ヨーロッパで1995年を発売、日産、 パルサーの欧州使用者であるが、車名が、先代、N14 型の、サニーから解消された。日本使用のパルサーとは別のエンジンが搭載されたが、他は、N15 型パルサーとほぼ同一であった。エンジンは、1.4リットル GA14 デ型、1.6リットル GA16 デ型ガソリンエンジン及び、2リットル CD20 型ディーゼルエンジンが搭載された。さらに、 1996年からは2リットル SR20 で型エンジンを搭載した GT が追加された。GT は3ドアのみのラインアップとなり、他のモデルには3、5ドアハッチバック及び4ドアセダンが用意された。なお、イギリスではハッチバックモデルがアイルランドなどではセダンモデルが主力となっていた。また、パワーステアリングや運転席、エアバッグ。 ステレオが全車に標準装備され、装備は充実していた。1996年5月、5ドアモデルに RV 風装飾を施した SRV を発売。1998年、英国ラリー選手権と世界ラリー選手権の F2 クラスにエネミーから3ドアハッチバックの N15 型アルメーラをベースにしたアルメーラキットカーが試験的に戦。 エンジンは SR20 でをベースにチューニングされたもので、タイヤは横浜タイヤだった。翌1999年には、ドライバーにライバルチームであるセアトから、トニワルデマイスターを迎える計画だったが、シーズン開幕前のテスト中に活動休止を発表。WRC 関連の全プログラムが凍結され、エネミーはラリー活動を縮小する。3月には合音体制が成立し、 アルメーラキットカーによるワークス参戦が再開されることはなかった。1998年にはマイナーチェンジが行われ、前後バンパーのデザインなどが変更された。2000年生産終了。ヨーロッパで2000年に1月発売。ラインアップは先代同様、3、5ドアハッチバックと4ドアセダンが用意された。 オセアニアでは引き続きパルサーの社名で販売が行われた。一方、日本ではパルサー、およびプレセアの後継者種として、ブルーバードシルフィが投入された。G10 型ブルーバードシルフィは、N16 型アルメラセガンをベースにフロントグリルなど、デザインが変更されている。また、プラットフォームは日産、MS プラットフォームを採用した。なお、同プラットフォームをベースとした派生者として、 アルメラ、ティーノ、日本名、ティーノが販売された。エンジンは、1.5リットル QG15 デ型、1.8リットル QG18 デ型ガソリンエンジン及び、2.2リットルヤード 22DTI 型直噴ターボディーゼルエンジン、2.2リットルヤード22ダティ型コモンレールターボディーゼルエンジンが搭載された。また、一部のモデルには、 ルノー製の1.5リットル K9K 型コモンデールターボディーゼルエンジンが搭載された。2003年マイナーチェンジ。ブラックアウトされたプロジェクターヘッドライトの採用やフロントバンパーの変更など外装の変更が行われたほかサスペンションが改良されディーゼルエンジンが改良された。2006年オセアニア向け N16 型パルサーの販売が終了し、 後継車種として t ィーダが発売された。2006年11月29日生産終了。生産は英国日産自動車製造会社サンダーランド工場。後継車種として2007年3月からクロスオーバーのキャッシュカイが発売開始された。ロシアやウクライナではアルメーラクラシックの名称で販売されている。2006年4月にロシアで 5月に中東諸国で8月にラテンアメリカで順次販売が開始された。韓国のルノーサムスン自動車が製造しているルノーサムスン SM3 のバッジエンジニアリングである。SM3 は2002年に発表され N16 型アルメーラ G10 型ブルーバードシルフィをベースとしていたが2005年に大幅なフェンスリフトが行われて差別化が図られた。以上の経緯より プラットフォームは N16 型同様 MS プラットフォームとなる。エンジンは1.5リットル QG15 デガタと1.6リットル QG16 デガタが搭載され、4足オートマチックトランスミッションおよび5足マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。なお、パナマやエクアドルでは N17 型アルメーラ、中東諸国では N17 型サニーとして販売されている。生産は ルノーサムスン自動車不山工場を2011年10月7日太陽国にて発売開始2012年5月15日にはオーストラリアでも発表され同年8月24日から発売開始された T ダラティオの後継車種となる日産 V プラットフォームベースのセダンであり中国やインドではサニーアメリカ大陸ではバーサ日本国内においては ラティオとして販売されている、販売されていた車種である。エンジンは、オーストラリア使用者とアフリカ使用が、HR15 で、タイ使用者には、小排気量にして3気筒の HR12 でが、搭載される。トランスミッションは5速 MT と、タイ使用者には、エクストロニック CVT、オーストラリア使用者には4速 AT が用意される。対日産から日本へ輸出されて、先日の通り、 ラティオの名称で2012年10月に発売を開始した。本モデルは日本国内の小型セダンとしては、大使用の N17T 型アルメーラ同様、全車に3気筒の HR12D が搭載された。しかし、日本国内では発売当初は月2200台の販売目標を設定していたが、当初から月平均600台前後と販売は低迷し、また、 発売2年目の2013年以降よりそれが深刻化しており、末期には当時、ラティオの格上クラスのセダンだった B17 型シルフィと同様に月数100台ペースまでの販売台数にまで激減してた。もっとも、発売当時、既存の競合車種の2代目トヨタカローラークシオが、すでに販売台数で圧倒的に気を吐いていたことから2014年10月に、テコ入れとして、 マイナーチェンジを実施するもの販売台数が増えることなく、戦術の通り、結果的に販売当初から不人気車種のまま2016年12月末をもってそのまま輸入販売を終了。企画の段階から北米や新興国市場での販売を意識したデザインは月平均5000台以上と安定した売り上げを保持していた北米や新興国市場に反して、 全くの対照的な販売実績となった。なお、日本国内における、日産の一連のセダン型乗用車としては、最後の小型ノッチバックセダンとなった。2012年8月29日、モスクワ国際モーターショーにて、ロシア向けアルメーラーが発表された。同モデルは、G11 型シルフィをベースに開発されており、D セグメントの室内空間を、 B セグメントの価格で提供することをセールスポイントとしている。外観は中国仕様シルフィクラシックにむね準ずるが内装は欧州仕様ダチアロガンの部品を流用した専用のダッシュボードが与えられた上極東地域向けとして各部に大幅な補強が加えられ合成確保の問題からアームレストスルー機構削除される代わりに欧州の安全基準対応のため中央席 ヘッドレスト及び三点式、シートベルトが新設、総破性向上のため最低地上高がいくらか、上げられるなど内容は、ベース車と似て、ひな。エンジンは最高出力 102PS、最大トルク145ナノメートルを発揮する1.6リットル16、バルブエンジンが搭載される。トランスミッションは5速、MT、または4速 AT となる。 ロシア向けアルメーラは LINE ラが新設されたアフトバースのトリアッチ工場にて製造が行われ、2013年初頭から発売を開始する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。